見て見て、弥生、妹の名前じゃん。弥生県じゃんこれ。弥生、すごい、日本にもあるよ弥生県。あ、そうなの。え、ちょっと安くね。安っ。いや、決まりました。ここで食べてみたいと思います。カツ丼450円とか。座って。やゆちゃんの名前だから、うん、ここで食べる。はい、受け。カツ丼、カツ丼、カツ丼、カツ丼。っていうことって、やばくね。すごい、匂いも一緒ね。出た、水汁。あー、これはカツ丼。カツ丼、うん、味が違うの。どう違うの。そんなに美味しくない。本当に。本当だよ。そうそう、本物の日本人。どうですか。え、うん、ちょっと違うね。ちょっと違うよね。普通に美味しい。普通に美味しい、うん、でもちょっと違うよね。ちょっと違う。では、今何頼んだ。チキン南蛮。チキン南蛮。美味しそう。いけいけ。うん、美味しい。美味しい。普通に美味しい。普通に美味しい。日本と一緒。ちょっと違う。まあでも普通にあっていいね。でもなんか醤油が少ないのかな、うん、醤油少ないかも。タイ料理いっぱい食べてベロがちょっとおかしくなってきた。多分そうかもしれない。そうですね、多分そう。なんか味が濃いよね、タイの、タイ料理。タイの人は日本料理食べると、うん、味が薄いって言ってた。めっちゃタイ料理食べてるから、そう、薄感じるんだよ。美味しいはず。ということで、まだ楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価、コメントも忘れないでください。ありがとうございます。じゃあね、アディオス。